皆様こんにちは。マレーシアペナン島のスタジオからナオコです。この番組ではペナン島の美味しい情報や皆様のお役立ち情報を配信しています。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さてマレーシアはほぼ全域でまた再度ロックダウン MCO といわれる行動制限の期間に入ってまいりました。暫定では1月の13日から26日までの間です。この MCO 期間中というのは店内飲食が不可、そして学校も閉鎖ということになってしまいました。食べ歩きが大好きな私にとってはとっても致命的です。ということで食べ物を諦めてしまうのかデリバリーにするのか、いやいやないものは作るが海外の鉄則ということで、今日はこんなものを作っていました。今日はこの材料をローカルのマーケットで調達してお料理していく工程をご披露したいと思います。ということでこの動画最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。こんにちは。ということでですね、今日はダンジョン文化のマーケットの前に来ています。結構人が多いです。今日はちょっと買い出しをしないといけないので早速中に入っていきたいと思います。ポーク屋さんがあるんです。いつもねマレーシアではスーパーとかもポークはね隔離されています。この裏部屋です。ここポーク屋さん、はい、すごいダイナミック。 This is more oil, right? This one is the big oil. I want this one, please. Okay, how many? Half kg. Half kg. How is it?1kg はい、1kg 1kg 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 1kg
ちょっと買っていきます。ここにたくさんレモングラスがなっているんです。これをね、取りたいと思います。ということでですね、こんな感じで12本取りました。この葉っぱのところもお茶にしたり、お魚とかね、お肉の匂い消しに使えるので、葉っぱも大事に使います。そしてもう一つ使うのはこちらのコブみかんの木です。これも植えといてもう3年ぐらい経つんですけれども、最初は小さい苗だったんですけどね、今はもうこんなに大きな背丈以上の木
木になってしまいました。枝をねチョキンチョキンと切るじゃないですか。そうするとねすぐ新しい新芽がねジャキジャキ出てきます。今日はできるだけ新しい新芽がいい。再びガーデンからです。ということでですね、今日もじゃじゃん、ビールに合うつまみを作るのが至福の時ということで、今日も一杯開けてまいりましょう。今日はバリ君です。ということでこれも実食。
れながらレストランクオリティ、これ作るのね結構かかったんですよ時間。おいしい。でね、この自家製のタレもね、これはナンプラーとチリとネギと、今日取ってきた昆布みかんの葉っぱとめちゃめちゃ刻んで、作ってみたんですけどね。あとごま油もちょっと入ってる。これちょっとねライムを絞ったら美味しいかもしれないですね。最高。これつけて、塩を小さじ2杯入れたんですけど、200g のポークに対して、まあ、小さじ1杯でもよかったかもしれない。ちょっと濃い味です。このレモングラスの味、風味というかすごい美味しい。割れながらすごい美味しい。エビが入ってますから犬はダメなんですけどね。結構乾杯しなかった。ということで、お疲れ様でした。 MCO だけど毎日楽しく生きていきましょう。たくさん時間があるので、こういった手の込んだお料理をますます開拓していきたいと思います。それではまた、ローカルのお料理を日本人が作ってみるというタイトルでどんどん動画の方もアップしていきたいと思いますので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ペナン島のスタジオからは以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。